雨が降り始めています。 ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。マリーンズ最後の攻撃になります。バッターは守備交代から起用されている高部。マリーンズ点差が離されて最後の攻撃となります。インコース決まっています。ボールになります。打ちました。サードゴロ、サード取った、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って藤原。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。アウトコース、ストレートが決まっています。真ん中打ちました。藤原ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは DH 加藤。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド決まっています。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。外、これはボール、見逃し三振。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。打ちました。取った。セカンド送球。これで3アウト。試合終了になりました。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。千葉ロッテマリーンズは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか。でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか、まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったイーグルス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。